オリーブオリーブオリーブ誰一人。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル、今日のテーマはアップルでございます。はい、アップルはまあみんな知っていると思いますけれども、もううちのチャンネルで何度も常に出てくるガーファですね。ガーファ改めてですね、Google、Apple、Facebook、Amazon ということでですね、そのガーファの中のですね、1個が、まあこのリンゴマークの Apple と。で、このガーファというのはデジタル世界を支配する巨大企業だということでですね、まあ恐れられているという、もちろんまあ便利で使っているわけですけれども、まあ日本企業というのはことごとくガーファにはですね、もう1ミリも今勝てそうにないと。これは本当に恐ろしいことで、要するに我々の仕事がなくなるということですね。日本国民の。はい。まあ、そのやっぱり強大なこのアップルと、そして何よりアップルは今時価総額世界一なんですね。まあ、ここポイントですね。要するに世界で一番巨大な企業ということですよ。一番というのは何でもすごいですね。まあ、そんなアップルとはという解説でございますけれども、このようにですね、過去からの株価を見たらですね、もうとてつもない。まあ、この辺だってですね、株価高かった、言ってもでかい企業だったのに、もう2006年以降のアップル、これなんだこりゃというですね、株価ですよ。まあ、要するに、まあ、スマホですね。スマホ。まあ、もちろんパソコンも売れてるんですけど、やっぱスマホですよ。その、スマホというカルチャーを作ったという、まあ、言っていいんじゃないですかね。それによって巨大な時価総額になったと。なぜこういうことを日本ができなかったんだと。ソニーはウォークマン作りましたよね。なんでそういう日本の企業が、アップルに勝ってですね、スマホを日本から作れなかったんだと。それは我が国民としてものすごく反省してですね、負けてばっかりいられませんから、アップルに代わるような企業を真面目に日本から出していかないといけないです。そんなアップルがどういう会社かと、成り立ちですね、まあみんなよく知っているジョブス、スティーブ・ジョブスですね。スティーブ・ジョブスと、ウォズニアックという二人がですね作ったんですけれども、なんと最初の商品がですね、電話回線を不正利用して無料で長距離電話を可能にする機械、違法装置ですね。まあ結構そういうことよくあるんですね。まあ会社の初期にですね、ちょっとグレーというか、まあ黒ですけれども、技術力を使ってですね、この違法な装置を、技術者のウォズニアックが作り、営業が超得意だったジョブズが200台販売した。で、大きな利益を上げたという。これを種銭にして、事業をやっていくわけですけれども、ジョブズも、ウォズニアックも、大学を中退することになります。で、アップルを創業するわけですね。1976年に、アップルを、作るわけですけれども、技術者のウォズニアック、彼がですね、マイクロコンピューター、まあ、コンピューターの、まあ、設計をしたんですね。で、彼は、回路図を無料で配布しようとかと思っていたんですけれども、まあ、ジョブズはやっぱり営業とマーケティングの天才ですね。それはもう間違いないです。うん、彼が、もう俺がビジネスにするからということでですね、まあ、彼らともう一人ですね、ウェインという三人でですね、アップルコンピューターを作ったと。ジョブズ 45%、オズニアック 45%、ウェイン 10% だったんですが、ウェインは、設立してすぐにですね、株を放棄したと。まあ、ちょっといろいろトラブルで反りが合わなかったんですね。でも、これ、ウェイン 10% 持ったままだったら、これとてつもない金額だったわけですね。だからまあ人間いろいろあるわけですよね。で、アップルワンという、まあ、コンピューターを作ったわけですよ。このアップルワンはですね、ジョブズの天才的な営業のセンスでですね、50台を受注いたしました。1台500ドルで契約したんですけれども、しかしなんとですね、製造資金はありませんでした。まあ、こういうことよくあるのかな。まあ、注文した後に資金調達に奔走と。その危機的な状況を見てウェインは離脱と。そしてなんとアップルワンはですね、納品された当初モニターもキーボードもないただの剥き出しの基板ということでですね、これもう詐欺じゃなかろうかと思うのですが、納品された業者も驚いたと。
まあ、これがこのまんまだったら会社潰れだと思うんですけれども、まあ、その技術力としては素晴らしいものがあったわけですね。まあ、こういう綱渡りを経てですね、今のアップルが立ち上がってくるわけですけれども、アップルが、まあ、まあ、最初、結構初期に、まあ、やっぱり成功したんですね。1980年に IPO、株式上場しています。さっき言った1976年に立ち上がって IPO4 年後ですから、なかなか素晴らしい成績じゃないですか。それより早く IPO する会社もありますけれども、まあ、設立当初からもちろんトラブルはあったものの、かなり事業は順調に進んだと。で、ジョブズはですね、事業拡大を図るために投資家を探して、個人投資家のマイク・マークらが、投資をし、設立当初の、社長はですね、マイク・スコットさんという人がですね、社長をやっていたと。で、ジョブズと、ウォズニアックもですね、まあ、会社の中枢にはいたと。で、もういきなり上場、まあいきなりじゃないけど、まあ結構早期に上場してますから、この時点でジョブズもですね、多額の個人資産を手に入れたと。でもこっから全然まだまだアップルはですね、まあ今に至るまで成長し続けるわけですね。ジョブズの社員番号ゼロ事件と、いうのがありました。マイク・スコット社長とジョブズは、ソリが合いませんでした。社長はジョブズではなかったので、ジョブズではなくウォズニアックの方を評価していましたということでですね、社員番号1番がウォズニアック、2番がジョブズだったんですけれども、何事も前に出たいジョブズはですね、納得がいかないと抗議し、0番に変更したということで決着をしているそうでございます。まあいろいろ確執もあったわけですね。で、IBM に挑戦を仕掛けました。まあ IBM も有名な企業ですよね。当時、Apple 3と、2-3 となった、ここでですね、商用コンピューター市場に参入と。さっき言った Apple 1-2 はですね、個人用のコンピューターだったんですね。ビジネス向けの、コンピューター市場に参入したんですが、極度の販売不振でですね、IBM に完敗いたします。逆に、1981年に IBM はパソコン部門に参入、個人用パソコンに参入し、IBM は Apple のシェアを抜くことになります。まだこんな時にはですね、Windows 95なんかないですよね。95っていうぐらいですから、1995年に Windows 95が出たわけですよね。やっぱり、まあ、かなり初期からですね、この Apple という会社は、コンピューター、パソコンですね、いわゆるパソコン市場で、まあ、戦ってきたわけですね。そういう意味では歴史ある会社です。IBM に挑戦し、そこは返り討ちにされましたと。さらに、ペプシから、キーパーソンを引き抜いたという逸話があるんですけれども、当初から、まあ、みんなもよく想像がつくような、スティーブ・ジョブズさんというとですね、好き勝手にしかやらない人ですと。成果も出しますけれども、当然社内でも対立が続き、重要人物がすぐに会社を辞めるということが、まあ、よくありましたとさと。その時にですね、ジョン・スカリーさんというペプシの、経営陣、役員、クラスの人をですね、引き抜く時にですね、彼が言ったのは、このまま一生砂糖水を売り続ける気なのかと、世界を変えるチャンスにかけてみる気はないのか、というですね、くどいたわけですね。まあ、もちろん、ペプシも、そら、まあ、ペプシの関係の会社の方々から言うと、いい会社だと、そら、そうだと思うのですが、もっとうちの会社は伸びるんだと、言ったわけですね。しかし、この言葉は現実になったわけですよ。世界一位ですからね。しかし、この引き抜いた、彼はですね、その後、その後、ジョブスをですね、まあ、退社に追いやっていくと、いうことですね。まあ、いろいろ、一回ジョブズというのはですね、アップルを辞めるんですね。その辞めるきっかけになった人を引き抜いたのは、まあ、ジョブズだったということですが、まあ、一回ジョブズはですね、まあ、好き勝手やり放題やったということもあってですね、会社を追われることになります。しかし、このあたりからですね、業績が悪くなったんですね。まあ、今はいいですが、当初、すごく悪くなった時期は一回あります。ジョブスもウォズニアックも、会社からいなくなりですね、当時、DTP 市場に、非常に
高い、製品をたくさん投入していたんですが、デスクトップパブリッシングというやつですね。いわゆる、コンピューター上で、まあ、デザインをしたり、雑誌のこう構成をかけたりと、まあ、DDP って今も使われる言葉ですけれども、と、このあたりでですね、まあ、要するに、デザイン制作とかをやる人たちは、やっぱ Mac とか Apple を使う人が多いですよね。まあ、それは、この市場でずっとやってきたんですね。しかし、1980年代後半にですね、そこの領域が非常に儲かっているということで、様々な企業が参入しですね、Apple の、まあ、高い、シェアはですね、落ちていくと。販売不振に陥ったと。苦境が起きたわけですね。そんな中でですね、ジョブスは、まあ、結果的に、ジョブス戻ってきてくれとなったわけですね。やっぱり問題も起こしますけれども、ジョブスは、やっぱり、破壊力があったと。成果を出す男だったと。で、戻ってきてですね、マイクロソフトを提訴してですね、Windows と壮絶な、熾烈な戦いをし、まあ、これはさらに敗北をします。1993年、過去最悪となる損失を計上しですね、戦っていた IBM と業務提携をし、再起を図ったりするものの、業績がさらに悪化していると。そういう状況でですね、1997年に、ジョブスが、戻ってきます。ようやくここでアップルに戻ってくるわけですね。スティーブ・ジョブスが復帰した時にはですね、アップルは本当に倒産寸前でした。これは経営学のケースとかでですね、当時結構扱われたものなんですけれども、アップルは本当に倒産寸前まで一回陥っていました。しかしジョブスが帰ってきてですね、結果快進撃をしたわけですね。それはやっぱジョブスもですね、これはまあ僕も会社経営、ベンチャーの経営者をやっておりましたので、やっぱ起業家としてですね、ジョブスは非常に面白い人ですね。本当に面白い人だと思います。まあ、近所にいたらめちゃくちゃ付き合うのは大変だったんじゃないかなという逸話しか残っておりませんけれども、いや、まあ、成果出しましたよね。まあ、宿敵マイクロソフトと和解をするところからスタートしですね、iMac、すごく若い人はこれ見たことないかもしれませんけれども、まあ、売れましたね。iMac、爆発ヒットしました。そして iPod ですね。ヒットしました。そしてついに出たのが iPhone ですよ。2007年。もう13年前。でも、ここのスマホというのがですね、ここで、世の中に大きく出てくるわけですね。今となってしまってはですね、これ、スマホがなければ死んでしまうんじゃないかな。っていうか、思ってる、特に若い人なんて、スマホを取り上げられたら、反乱が起こるんじゃないかと思うぐらいですね。スマホはもはや体の一部、腎臓ぐらいの大きな位置を占めてるんじゃないかと思うわけですよ。でも、たった14年前にはそんなにスマホはなかったんですね。でも、そのスマホというのを作ったことによりですね、もう爆発的に羽ばたいたアップルですね。スティーブ・ジョブスが、退任した時にですね、世界一の時価総額になりました。今も社長をやっているティム・クックにですね、2011年に、CEO が変わりました。この時点でエクソンモービルを抜いて世界最大の企業になっていました。しかしながらジョブスは、癌のためにですね、56歳という若さで、もう亡くなられています。まあ多くの人が知っていることだと思いますが、まあ、早く駆け抜けた人生のジョブスでございますけれども、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、経営者としては本当に、学ぶべきところが多い。彼を真似ることは難しいのかもしれないのですが、やっぱり、結果を出したと。新しい製品カルチャーをですね、世の中に出してですね、産業を作って、じゃあ、このアップルがどのぐらいアメリカの雇用を支えているかということなんですよ。そしてアップルに付随するサービスなんかも当然出てきている。そしてガーファと言われる、世界で恐れられる四大巨頭の中のさらにトップにいると。これをですね、ただ、ふーんって言っていてはいけないんですね。これを日本からやらないといけないと。もう一回やらないといけないです。20世紀に日本は一回やりましたから。アップルだって一回潰れかけたわけじゃないですか。もう一回、日本でもですね、日本の企業もまだ優秀なところたくさんありますよ。でも、ちょっとぼーっとしてますよね。世界のこういう最先端にいる企業から見ると、残念ながら業績はなかなか
トヨタであったとしても申し訳ありませんが、行き先は暗いと思います。こういう企業をもう一回日本から作らなければならないんです。で、アップルはですね、独自のビジネス、新ビジネスをですね、これからどんどん今展開しているわけです。まあ、従来のアップルというのはですね、ハードウェア、携帯をお客さんに売ると、いうことだったわけですけれども、今ですね、金融機関、なんと今、ゴールドマンサックスとアップルがですね、連携をしてですね、この金融事業を強化しているんですね。まあ、言っても、もはやアップルも国際金融資本の、傘下に入っちゃっておりますわけでですね。このアップルが持っている決済機能ですよね。今まあ、携帯端末でよってみんな何でも買ってしまうわけでありますので、もう、まあ、情報であったり、まあ、映画を買うことができたり、音楽を買うことができたり、テレビの配信だったり、もう、何でもかんでもですね、アップルの端末を使って、まあ、ことが進むと。じゃあ、そこにですね、アップルにも利益がどん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 落ちていくわけですね。で、しかも、なかなか一回アップルの端末になると、データの継続とかもなっていくので、他の端末に変われないわけですよね。ということで多くの人がアップルを使い続けると。しかも、継続的にこれ、いろんなお金がですね、結局アップルに儲かっていくということですね。これによって要するに、日本企業の事業は、仕事は減ってるってことです。じゃあこれをどうやって戦って勝っていかなければならないかということなんですよね。イノベーションと。まあ、ジョブズは本当に、一個だけじゃなく、何回も当ててるんですよね。iPod の時にですね、1000曲をポケットに入れるんだと。そして、まあ今のサブスクライブと言われるサブスク、その一曲一曲曲を買うんじゃなくて、月何千円で契約したら、曲がいっぱい聴けるよ、というようなですね、そういうカルチャーをですね、新しいカルチャーを作っていったわけですね。そうやってアップルは、進展していったわけです。で、さらに、まあ、これは本当に脅威だと思っています。アップルはゴールドマンサックスと提携してですね、金融面での事業を強化すると。皆さんもご存知の通り、ゴールドマンサックスはですね、まあ、金融業界最強のプレイヤーの一人ですね。そこが、やっぱり、トップ企業のアップルと組んでですね、これ仕事をしてくるということはですね、これやっぱ三菱 UFJ 銀行とかですね、三井住友とかリソナとかですね、まあそういう人たちはものすごく恐れないといけないし、ただ恐れてるだけじゃなくて、ここと戦わないといけないってことですね。NTT ドコモと、ここと、どこも今合併か、まあ NTT グループもこれと戦わないといけないと。孫正義さんも、しょうもない企業に投資してる場合ではないんですよね。あなたも起業家なんだったらもう一回ですね、自前のですね、素晴らしいサービスを作って、あなたも日本人なんですからやっぱり日本国のですね、仕事を増やしてほしいと思うわけですよ。これは会費は無料でですね、しかもここですね、クレジットスコア、信用スコアというやつですね。これ中国共産党が今、最先端で進んでいる。要するに、スコアリングしていくってことですね。これが恐ろしい面なんですよ。個人をスコアリングしていって、この人は信用できるから、あなたはむしろ金利が低いですよと。あなたは、市民としてレベルが低いから、金利高いですよと。まず要するにそういうある意味での差別が、まあ今もありますけれども、どんどん広がっていくと。で、こういうことを、こういう情報をですね、日本国の企業じゃなくて、外資の企業がですね、ゴールドマンサックスとアップルがですね、日本国民中の個人情報を全部巻き上げてですね、で、それを勝手にスコアリングして、まあ、やっていくと。それによって受けられるサービスが変わってくると。これ、恐ろしい話なんですね。まあ、そういうところも踏まえて、日本国として、GAFA にやりたい放題やられるんではなくて、日本として日本独自のサービスをちゃんと展開していかないといけないと。金融という新たな武器を手に入れですね、日本でのサービスはまだ開始されていませんが、まあ入ってくるんじゃないですか。本当に怖い。脅威だと。やはりGAFAは脅威だと思います。本日の解説は以上でございます。まあGAFAは脅威だと。まあそんなことは分かっておるわということでございますけれども、
まあ、番組の途中にも申し上げました。じゃあ、GAFAに代わるような企業をですね、日本国から国民の力で生み出していかなければならないということなんです。そのために私たちは経済政策を抜本的に変えなければならない。中央銀行制度の抜本的見直しを含めた経済政策の転換が必要だと。ちょっとこれは分かりづらい話になりますが、今日から見た方は多分分からないと思いますけれども、信用創造する権利の民主化が必要なんだと。こういう経済モデルの転換をしなければですね、いい企業を作れ作れと言っていてもそれ作れません。若い人たちに資源が回っていく、そして優秀な若い人たちが育っていく環境をですね、大人たちが作る、政治や経済に携わっているトップの人たちが作っていくと、それ必要があるぞということなんです。私たちが主張するですね、こういう改革をすべきだと、過去動画にたくさん上げていますので、今日の動画で興味を持っていただいたら、過去動画キーワード検索をしてご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。講談社より2冊目の本が出ております。こちらの本もまだまだ絶賛発売中でございます。よろしくお願いいたします。オリーブの木、浅賀市議会議員の富山牧議員の富山木チャンネル、1期生の1期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう。一緒にやっていきましょう。